始まりました。芸人ギルド桃鉄リーグー。ここが芸人ギルド桃鉄リーグか。わあ、びっくりした。スマブラハウス始まるのかと思った。そんなに似てなかったでしょ、ノリ的に。はい、さあ来ましたよ。はい、桃鉄リーグ、はい、第2節です。第2節ですね。はい、前回の順位をおさらいしますとですね、はい、1位富士さん5ポイント、はいはい、2位ニクラスさん3ポイント、うんうん、3位ヒロチンくん2ポイント、うん、そしてダブルウラピース、そして私ジャパニーズ小池が、ビリッケツの1ポイント、はい、そうですよ、はい、でしたので、はい、今回は、まあ、ビリッケツの私が抜けて、うん、そこに、学園社長がいらっしゃってますと、はい、なるほど、いうことで、まあ、5ポイント持ってる富士山を潰すのか、それとも、ね、強いと評判の西澤学園をもう徹底的に最初から潰していくのか。それはもちろん1個でしょう、はい、おあら、教えてよ。わけだ、いや俺は西さん潰しますよ。そうなる。いや、ここでね、いや、そう、リーグで一番しょうもないのは前半にめっちゃ点数取られて、うん、確かに後半もう意味ないじゃんみたいな、あれ一番面白くないでしょ。そんなことさせないよ、みんな見てる、みんな。だとしたら富士を1位から落とさなきゃいけないでしょ。俺は前回ほら1位になったけど、そんな別に上手いわけだから。いや、運だから、そうそうそう、運がいいだけだから。俺のこと狙ってもさ、しょうがねえわけよ。口とんがってるもん、シンプルブサイク。口プの富士っていうね、あの2つ名もつきましたから、リーグで。いや、そうなのよ。最近ね、うん、ちょっとやっぱ俺俯瞰で見てたけど、はい、やっぱみんな慣れてきて、はい、あの入り乱れてる、だいぶ言葉が。なるほどね。あの、なるほど、プレー面以外の言葉で動かしに来てる感じがあるから、はい、みんな、うん、ちょっとはめたろうみたいなね、うん、じゃあちょっとそれをね、中でやっていきますけど、じゃあニクラスさん一言お願いします。 Let's go man。 いや、メーン、メーン、ニコラスさんがやっぱね、あのニコラスさんがあの弱音吐き始めた頃ぐらいがあの勝負どころだから。そうだね、確かに。もういいんだよ、無理だよ、無理だよ、もういいんだよってなった時には狙い目。こいつが1位でも終わりだろ。俺がビリ、あれ出てくると、あれ出てくるとマジでゲームやりたくなくなるんだよな。わかった、わかった。でもあれ言ったニコラスさん2位ですから、ね、いや、そうなのよ、そうだよ、そうなの。 あれも仕事の可能性ありますから。確かに全然あるよ。だからやろうと思ってやれないからね、たまたまだし。さあ始まりました。あー、たらたーチャラチャ、これ始まりました。うわ、いきなり淡路島、淡路島でございます。ぶっ飛び、あ、バカミスったし。光の速さの、え、なんかめっちゃ速く、速っ、速かったね。リコさん動いた。淡路島ってどこ。リコさん一瞬で動いたな、なんか今。四国の方ですか、淡路島は。全然、左だ。左だ。別に四国、四国、ね。瀬戸内海、うん。そんな遠くじゃない、実は。いや、そんな遠くじゃない。最初はだからもう、あれか、ヒントがじゃなくて。あー、もうリコさんがもう今のうち出してる。今のうち出しとこうで出してる。まあまあ、そうなるわな、みんな。うわぁ、ピンゾロ、ピンゾロ、ピンザラ。そういう時は、カードな。ゾロピンか。一発目は。意外って、カードじゃなくて、プラスにしてった方がいいんじゃないかとかあるけど。そうなんですよ。前回のおさらいをすると、はい、カードが強くなってるだろうということで、結構みんなカードを一生懸命集めてたんですけど、あんまりその恩恵が受けられず、結果、なんか何もないを起こしてしまった。あら、になった。全額。うわ、一発目から。スリギン。半分。気をつけろって、サザエ。いや、サザエの中に隠れられたの。ユニさんの顔、ね、見てこ、見てこ、サザエは。あんまりこんな腹立つアメリカの鳥みたいな顔してた。腹立つアメリカの鳥。気をつけないと。アメリカのいらなくて。腹立つ鳥でウッディウッドペッカーだ。ちょっとアメリカナイズだったけどね。ウッディウッドペッカーのイメージね。そうそうそう、ニコラスそれ。ドルト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 ル。わ、めっちゃいい、ニコラスのさっきから出る。すごいな。カナカナトークカリクリカリ。正直、黒をみんなに使うってことは、実際、ブス、ブッサン。ブス、ブッサン、何ですか、物件ね。物件とか見ないから。確かに。それは。よし。オッケー、いいよ。これぐらいだったらまだ、まだいいのが出れば、全然全然。いいのが出れば、
怖いね。強くないよ。これ私はやっぱり皆さんの中立の立場。うーん。やば。うわ、5倍。5倍。2億スタートじゃん。やばいね。これでも最初誰が急行収入最初に聞く。なくなるかね。うん。あるある。マジである。怖いわ。ウィン。強っ。ワンダフォー。あれ、あ、違う、危ない危ない危ない、マジで危なかった。そのままいけない。ここのカードゾーン大事だね。足踏みカード、そこで足踏みしてもう一回カード取っちゃえよ。ああ、いいじゃん。ちょ、いや、そのムーブ言いました。これ、口プだからな、気をつけろよ。騙されるな。おいおい、敵だぞ、お前、小池、言うな。まあ、小池は、誰に加担してもいいからね。そうですよね。うん、関係ない。カード、まあ、最初はな。俺がやっぱ一番勝たれて困るのは富士さんなわけですよ。まあ、うーわー、やばい、それ絶好調カード、それはまずい。でブーストがね、すごい。やっぱ前回のさ戦いで結構その後半、ま、こう巻き返すぜっていう感じじゃなかったから、やっぱ最初にリードしたよね、いっぱい。まあ剛速球カードでもうリードする手まで積まれちゃったみたいなところありましたからね。そうだね。シーズンだったからね、ワンがピックアップが。ね、富士さん、それさ、その直線めっちゃ長いからさ、ちょっとつぼしんカード強かったりするんじゃない？ね。ちょっと誰かに似てんな。あ、誰だろう。いや、俺ちょっと言え、なんとか TV 言えないわ、俺。誰だよ。言えないやつだわ。似てる。なんとか TV だ。言えないやつ。言えないやつに言うってなんだ。なんとか TV ってなんだと。ほらもうずっとまっすぐだから、ふみさんめっちゃ進める。あ、ダメだ。これ900万。もらえないよりましよ、ひろちんくん。確かに。うん。声でか。あ。うわ、もう行くわ。行っていいよね。行っていいよね。強いぞ。あれ ?3 年決戦で絶好調使うとみたいなのって、さすがに治ったのかな。治ってるでしょ。あ、なんかそんな。なんかね、治らないみたいなあったんですよね。そうそう、初期はね、バグがあったらしい。うん、まあバグあり、バグあっての新作ゲームですから。いや、おい、まあ格ゲーとかね、それありきでやるからね。一旦抑えたな、一旦抑えた。でもこれやー、うわ5倍、うわ5倍、やばい、うわ50、やば、もうこれ人だからか、下手したらこれで1位あるもん、もう全然あるこれで1位あるわこれで1位あるわやばい。だって前回のプラス額ってこれぐらいでしたね、確かね。うん、そう、うん。マジか。いやー。うわあ、大外れだそれは。誰かなんかお金をゼロにしちゃうみたいなカード。なんかベニキュラ欲しい。あー、これさ、もしかして1,2,3,4,5,6,7,8,9。今これか。いや、ダメだね。ダメだ、ダメだ、ダメだね。うん。はい。うお、だったね。ピンゾロからのね、6ゾロ、すごっ、6ゾロ追いついたぜ。いや、追いつくんか。さあ、2億取るね。8月プラス大きいですから、踏んどきたいですよ、ここは。うん、次の月も青がいいね。うん、近くにの出すね。いや、みんな目がいいな。目いい。あ、勝負だ。これじゃあ、回転士見返る。いや、めっちゃいい。はい、びっくりマジック一番あたりみたいな。H2 人あるから。一番あたりって言ってる、この人。一番あたり。びっくりマンチョコ一番あたりみたいな。一番あたりって言ってる。一番あたりって。びっくりマンチョコ買った時代から。いや、岩下いいね。やばいな。もう物件を買って。あ、プー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 だ。変わらないね。さあ、残り13マスもう出ますよ。俺、これもらいました。うおー、めっちゃくないこれ。本当だ。いや、岩下、早くソリメ阿波踊り取ってよ。あれめっちゃ欲しいんだよな。あれの3番あんの？いや、分かってるもん。あいつがね、まだ出てこないのよ。26億ってどうなってんだよ。なんて書いてると思う、上に。その、ソリメ阿波踊り。終わりだー。終わりだーかな。祭りだーかもしれない。祭りだーかもしれない。祭りだーありだ、全然。やばいな、ニコラスさんはもう。ニコラスさんやばい、マジで。もう勝ってると言っても過言ではない。お金使い切っときたいですね、だから。そうなんですよね。よしよしよし、銀次もいない。13か、ギリギリいけないか。13いけないですね。
ヘビ。あ、でもいや、デメでかいな、みんな。いや、でかい、マジで。きつい。でかくて。天保山。いや、いや、あの人、この人入るよ、さすがに。入るよ。入る読みした方がいいな。え、でもさ、はい、回れなくない富士山。回れる、回れる。回れる。あ、めっちゃ回れるよ。あ、めっちゃ回れる。あ、もう、回り放題。回り放題だ、回りだ。くるんくるんチョコレートですわ。うわ、富士山うまい。あ、あそこ止まって乗っ取りでもよかったね、1億円の物件。でもね、ヒロチン君ももう出ますから、うん、回れるから、まだチャンスあります。確かに明石とかもね、淡路島とかも。これは6を当てる男。6を当てる男、行くぜ、ベイベー。うぇーい。いやー、ボンビーか。早く行け。どうした？そういうの一番やめろ。そういうの一番、タラルさえ長えなって言われてんだから、コメントで。長い期間だなーっつって。長い期間って言われてた？いい意味でね、たっぷり見れるなっつって。ああ、よかったです。もうほら、1回目のやっぱトラウマがあるじゃないですか、僕ら4人は。だから それで長いなって言われてるんだったら、怖いなって。でも、言わせて、5億だぞ。さっき俺らもらったぞ、5億。ニコラさん、それの5倍もらってんだよ。あー、プリ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 。かわいい。すげえかわいい。いや、かわいいよね、よく見ると。かわいいです。はい。ちょっとなんか、最悪いけるもんな。ん？は？何が？いや、こっちのセルフです。こちら側からの。危ない危ない。さあ、どこになるでしょう。あ、まず山やばい、近いですよ。近い山よ。逃げたいんだから、できるだけ。おい、買い物だ。しかも玉ねぎ畑があるじゃない。ちょうどいいじゃん。さあ、独占も解除できますから、富士さん寄れるなら寄っときたいですね。確かに。さあ、ニコラス。うわ、めっちゃいいな。アローハー式、これ式さん、これあれだよね、意味ないよね。意味ない、意味ないです、意味ないです、意味ないです。もったいない、もったいない。そのままいけるね。ぽい。うわ、でかい。強いよ。最強の目。どこでもいけちゃう、この人。でも返し切れるじゃん。ナイスカードばっかりだったな。チャグンフ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 ン。その辺でね、買い物したいですね、ニコラスさんは。お金消費しておきたい。チャグンフンフン。チャグンフンフン。ちょっとだけ。チャグンフンフンフン。遠いようで近いな。近いですね。戻るしかないですね。戻るしかない。ちょっとトロ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 。これでいいや。これでピューって行って、こっち上こう。うん、そこでね、お買い物もいいですね。そうですね。高いな、ここでも。ちょうど高っ。高いね。板で。さあ、こっからですよ。いやー、もうね、ずっとちっちゃいのよ、俺。あ、しかも中途中で一番最初なくなった。ずっとちっちゃいのよね。ちゃうの？買うよ。お。いや、本当にね、物件ね、1年目からめちゃくちゃ買って、1年目から利益出せないと。うわー、だる。カードか。特製レ、特製レ、特製レ。よし。あ、いいですね。特製レーガードしました。させていただきました。1年目からガンガン物件買って、やっぱ決算で増やさないと。3回ぐらい行ってるよ、お前、それ、今。うん、みんなが気づいてくんないから。みんな知ってるんじゃないかな、みんな。みんながね、仕方するから。おー、来た！物件飛びはいいね。いいよ。略してぶっ飛びね。任せとけ、相棒。うわ、めちゃいい。いや、もう目がでかすぎてどうしようもねえ、みんな。いい目出すな、みんな。おぉ。いいじゃん。だが、しかし、乗っ取りだ。ああ。乗っ取りじゃないんだよね。ヌッテリーカード。ヌッテリーカードいらない。ヌッテリーカード。さあ、10マス、ニコラス。うわ、青。足りなーい。あら、しかもそっちから行っちゃうと。強経費か。痛いぞ、今。3億ぐらい取らんじゃない。そんな取られんわ。下から回るとか。え、でも11月とかでしょ、今。え ?11 月もう10月 ?11 月 ?10 月かな ?10 月か。それ同じこと言いました、小池さんと。
なんか11月今年12月だよ、ね、今年はもう12月コロナのねせいでね溶けるんだよね時間がね。ニコさん物件買っとくのもいいかも。うわっ20億はでけえ。これはでかいね。あでも買わない。20億は買えない。その買い方だと20億の 2%、 2000万、4000、あ4000、まあ、ただ買っとけば一応で、しかも高いのは何かしらあるからな、なんか特殊能力が。いやすごくニコラさんが上手になられておられる。うん、あいい、もういっちゃってくださいよ。スリギン来るんですから、どっちにしろ。そうだよ、うん、スリギンが来た時のためにね。スリギンとか貧乏、まずいね。いや西さんまずいよ、目がずっと低いし。まあ貧乏神が何するかだよね。あれ、シューってなんすか。周遊系のカードだじゃなかったっけ。え、確かなんか周遊系のカードを、まあ、初期化してくれるだけっすよ。いやー、周遊系のカードもらえると思った。あ、でも面白い。それは騎士会って。でかいな。いや、強いんだよな、ボンビー。5200万で。どっけ高けや。めちゃくちゃ。結果オーライか。あ、ダメだ。なこれ。独占できる年だね。そっかそっか。逆に3000万で独占できるんだな、そこの2つ。あ、ね、あ、明石ってほら、たこ焼き屋3000万は4つとか3つとかじゃなかったっけ。はい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 。え、じゃあニコラスさんがめっちゃ金持ってる状態であれ使ったらどこでもいけるってこと。どこでもいけるってことだね。うわぁ、変わらなかった。はい、最高の。うわぁ、20億乗っ取られる。20億マジ。ほら、ニコラスさん、これはでかい。うわ、かわした、かわした、かわした。これやめない。かわすの、かわすのよ。アーケードはかわすのよ。かわすの、え、何これ。挨拶回り言ってた、もしかして、アーケード街に。だから、アーケード街、ね、まあ、やっぱ、後から来た人はやっぱ信用されないですから、スーツとか着てったんじゃないですか、富士さん。人情だけでやってくると思いやがって。ダメよ、ニコラスさんはもう長靴で行きましたから。サイゼリア1店に負けろ、全員。サイゼリアが1店舗できたことで、全員。そう。ピチン、かわしたマジやめてほしいな。乗っ取りでね。何のためのカードだったじゃない。さあ、ラーメン。プリケンだ。わあ、やっぱね。このラーメンやつで、ね、まあ皆さん一度経験あるんでわかると思うんですけど、もうこの1年目の波どっかで止めないとこのままそのまま行きますからね。3年経ったの、ね、3年なんて。うわ、スーパーカード。やばい、これはまずい。え、スーパーカードって何？ナイスカードがスーパーカードになってる。うわー、うわ、特急収入2枚目。もう止まらんぞこれ、ニコラス。2枚、特急収入2枚。あ、弱い、さらに弱い。弱いな、弱いし。3億持ってるんで物件飛びも悪くなかった。いやー、あー、収入だ、また。いやー、これは最初ついてないな、ウルリン。これきつい。わ、カスうどん食いて。カスうどん食いてね。きついよー、お腹減るよね。うん。えい。お、あ、ぶねえ。だって今11月ですよね。11月。うん、ちょっと踏みたくないとこだよね。いや、マイナスいっちゃいます。物件売られちゃいます。なんて読むのこれ。や、アンゲ？どこですか？右下。秋。秋。木って読むのそれで。ええ。勉強になる。一応のプラスじゃないですか？うん、まあ一応一得ぐらいの感じ。物件売られちゃいますからね、マイナス踏んだら。ね、さあ2マス。俺は2を出すと男。おい、2連続で入ったら。2男。来いや。ちょんちょん。やったー。おお、すごい。2男だ。2男でしたわ。楽しいもおでつ。次男だ。楽しそうだ。おもて楽しい。次男だ。2男は。そう。僕がなんか踊ってる、嫌になってる。おっ、画面がすごい、画面の圧が。そう、5億円。いやー、でかいねー、やばいねー、でかいね。日産よりもね、俺ニコラスの特急周遊2枚が怖いわ。もう止まんないよね、ニコラスさんもね。前橋、前橋だ、うん、あ、ニコラスさんの実家だ。ニコラスさん近いんじゃないですか。結構実家ですよ、浜村町だよ、実家。前橋が近いだけで、その
横にあるちっちゃい玉村町っていう博多家しかない。いや、あんな町出身かい。前橋って言っていいんですよ。そこの、こういう、川の、川がこうクロスしてるところのその端っこにいるから、俺んち。一番奥。川の近くはね、あれですけど。さあ、ラーメン屋さんも来て。さあ、ニコラスさんたちはどうやって向かうかな。ただ、これもう、岩下さ、ニコラスさんがどうのこうの言ってるけど、第一目標は富士山であり、日産であると思うから、そこをブレちゃったら、結果、この人たちに先行されるってことあり得るから。ただ1年目だしね。そう。まあ、岩下は、だから、ニコラスさんを落とすじゃなくて、俺らより上に行くが。まあ、そう、そうです、そうです、そうです。いいかもしれない。2位だったし、まあ、俺は、1位、2位を目指す。そうだね。そっちの方がいいと思う。ね。さすがアナリストだね。じゃないと、動画7本目ぐらいでもう1位が確定してるみたいな、つまらないことになってしまう可能性があるから。そういうふうになったらあれですよね。何勝ったら100ポイントマッチありますよね。いや、それは芸人だからもしかしたらね、あるから。工業得意の。はい、16。いいよ、2、3。はいね。確認しに行ってる。いや、遠いな。そうか。あ、違う。あ、上あった、上あった。あ、そうね。大月じゃないや、ここじゃねえの、うん。もっと上なんかな。ここじゃないの。日光。この辺にカードマスがあるはずなんだよな。それ、よく覚えてますね。めっちゃ左なんじゃない八つを。あれ違うよね。大津田と新庄でしょ。早く。いや、絶対時間かける、ここは。長いちょっと聞いたことない音楽まで流れちゃってるんで。ここは、早く考えます。C メロまで。C メロまで。ちょっと真面目にやらしてよ。C メロまで聞いちゃった。あ、新庄。これずっと聞いてたら誰か歌い始めるじゃん。イントロかもね、これ。イントロかもしれない、俺が聞いてたの。新庄でいいかな。めっちゃ面白いけどな。後付けで曲に、あの。いや、西さんよく選んだ方がいいと思う。もう一個も見つけた方がいいと思いますよ。いや、まあ、いや絶対そうだ、ね、早くした方がいいよ、本当に。この3億は、マジで勝負分けると思います。そうなんだよね。俺も絶対ここで決まると思ってんだよね。わざと長くしてんだよな、なんか。あ、ここだ。早くしてほしいわ。うるせえ、マジで。あいつ、うるさいだからって。え、ニコラスさん、やっと分かりました、その気持ち。みんなが、ニコラスさんがビリの時に、なんか17ぐらい出て、ちゃんと矢印通り進めばいいのに、一回一回、あの、虫眼鏡で見てる時のみんなの気持ちです、これ。うん、なるほどね。自分が好調であればあるほどね、あの、他の人のプレイに苛立ちを感じる。早く、もう一人ですもんね。いいじゃん。自分のターン。変わんねえよ、つって。よかった。もう一人見といてよかったですよ、これは。あ、やべ。特性で買えばよかった。あー、特性で動く。うわー、来るかな。早いね。一発目大体ね、ベビーボンビー。ただ、これ、西さん、デストロイボンビー引いたとき。あ、止まった。でかいですよ。キングボンビー、キングボンビー、うん。デストロイ号。いやー、来ないか。来ないか。ないでしょ。デストロイ号来たとき、他の人の迷惑量がでかくなるじゃないですか、今。よし、俺は月行くからね。危ないよ、みんな。まだ序盤だからそんな痛くない気がするけどね。ほら、ニコラスさんの20億とか消されたらもうたまったもんじゃないじゃないですか。まあね。うん。TKT は近づかないといけないよね、確か。TKT はラーメンが有名ですね。まとめ買いいけるんだよ。おぉ、まとめ買いがいけるとこへの物件飛びカードでございます。いいですね。いやー、これどうしよっかな。ここってヘリポートあったっけ？飛びだ。左にあるよ。あ、本当だ。ええじゃん。ぶっ飛びだな、これは。まあ、飛ぶっていうのもありかな。よし、4億大切にね。テスカミ。あ、デンコちゃんみたいなやつだ。ああ。黄色だ。道後温泉。おお。とんかつ、トンパフェ、トンパフェやば。とんかつパフェや。よし、買っといてはいいんじゃない、とんかつパフェや。1億 100% えぐいな。やばい。お前っぽいし。てか、全部買えるでしょ、それ以外。いち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 。うわ。ああ、やった、お母さんお父さんに連絡しよう。こんな買ったらな、お父さんお母さんに連絡しよう。家買ってあげよう。
ラーメンだ、まずだ。うわ、6000万強い、ニコラスさん。地味に助かるんだよ。あ、助かった。でも、だいぶ長いこと続いてる。いや、強い、ニコラス。マジで強い。やばいね。よし。いや、デメも強い。50マス、結構遠い。結構遠い。大丈夫ですね、黄色ですね。まあ、集めてるな、この人。ここ16出せばいいのよ、結局。変換戦カードね。アベレージ4。12!12!12! 埼玉で。あ、ダメだ。埼玉止まらない。こっちですね。カード。切り返し。ああ。何ですか、取り返しカードというのは。なんだこれ。うわ、なんだこれ。初めてだ。あ、これなんかね、なんとか行きカードが手に入るやつだったと思います。ああ、なんとかに行けるか。いや、お金はかかんないです。なるほど。で、全部カードが売られちゃうんで、ミス。うわ、ああ、きつ、これ。売られちゃうっていうか。で、それ、なんか赤くなってて使えないんですよ。あの、ずっとあるやつね。うん、はい。そう。あ、よかった。ここで2とか出たらもう地獄の中の地獄。まあ、ここかな。うん。近くてかつカードももらえて。おー、いいね。おー、強いじゃない。それは強い。あ、開いてるね。いった。ただ近くに行けるかどうかだね。おー、15万。あー、これニコラスさんにつきますよ、皆さん。このままゴールすれば順当につけば。うん。ほら、まだまだあります。パロンパンスパン、これはね、ただボランスパーン。なんで1本目の動画でキングボンビーにならなかったんだよ。確かに。ああ、そうね、前もね、結構不安でなってね、後半ならなかったんだよね。なんかね、あれ俺の時にキングボンビーになってれば。まあまあ、リーグの最初はゆっくり始まるのがオツなもんよ。シュレッダーって何なんだ。しないんだよな。シュレッダーは今みたいな赤いカードを全部壊せるんで。うん、あ、なるほど。これボンビラスみたいですよね。ボンビラス一度は見てみたいね。ボンビラスね、ありますよね。この前配信した時にありました。あ、そうなんですか。はい、豆鬼が言ってました。俺は言ってない。なんですー。金捨て。お金か。お金か。ポケ持ってないですもんね、ほとんど。まあ、あんま持ってないね。100枚もかわすやつ、あれ来ないっすよね。めった来ない。あれは運悪かったね、言いました。でも借金だー。いや、カードが詰まってんのがやばいんだよな。確かに。これだって行かないと一生なくならないでしょ。行けんのか、藤井。そうね、6。あー、6出てるねー。俺カード、うーわ、まずい。俺だ。ナイスナイスナイス。でかいでかい。よしよし。これはね、ニコラさん、マイナス食らった瞬間の20億の物件ぶっ飛んでいきますから。え、しかもプラスカードを壊してほしい、どっちかっていうと。ああ、確かに一気に変わるね。確かに。上の方、ここも大事なのよ。うわー、待ってたー。さあ、ニコラスさん、ちょっとピンチになってまいりました。ああ、まあまあまあ、まとめゲーだな。やればできるじゃない、キングボンビー。最初から来るじゃない。うん。びっくりしたよ。ソン君近いんじゃない、結構。チン君30マス。あんま変わんない。30マスぐらいだね。うん。いや、近いよ、だいぶ。真上に。近めよ。ちょっとこれ見てんの、やっぱ一番楽しいな。ね、うん、プレッシャーなくていいでしょ。てかね、なんか全員の気持ちがわかるじゃないですか。もう自分ってなっちゃうから。なるほどね。なんか敵の考えてることあんまわかんないけど、こう、客観的に見てるとわかりますね。さあ、ニコラスさん。でもニコラスもね、結構近くいんだよね。そうなんだよ。特急周遊あるしね、しかも。そうだね。それが怖いね。あー、ニコラ。結構遠いな。結構遠い。きちいな。まあ、一発は絶対食らう。ヘリポートどっかないですかね、ニコラスさん。左にあったかな。さすがに冒険しすぎか。パンパン、パン、パンパン。ないな。まあ、さっきまでめちゃくちゃテンション上がってましたが、ちょっと神妙な面持ちになったな。神妙な面持ちになりました。こっからが桃鉄っすよ。確かに。
いいな、1年目で来て。さあ。ないな。鳥取とか。いや、あるけど、遠い。だいぶ、止まれなかった時のデメリットがクソでかいから。まあ、振ってみてじゃないですか、ニコラスさん。いや、待って。え、悪魔のささやき。なんで？結構助けてくれてるよ。なんで？アドバイスしてるよ、カイゲさん。特急修理で止まれたら。でも食らっちゃ嫌だからな。無理よ、それは。あ、でもそれは無理ですね。ぶっ飛びでホールインワンしかないよ。ぶっ飛びホールインワン。まあ確率としてね、あるのはぶっ飛びホールインワン。回すしかねえな。ちくしょう。ああって言った。まさか。はい。空気か？でそれ回してヘリポート止まれるかどうか確認しましょう一回。全然無理。無理じゃない。そしたら進めばいいじゃないですか。で、その進み方やめてください。時間もかかるし、性格じゃないから。ずーっと言ってます、俺は。いや、でもほら、さっきの西田より早いじゃん。じゃあ、やっぱり西さんがダメだったってことですか。うん。今のところは遅延行為で2人が今。いや、ボンビラス製なんだけど。違う。ボンビラスの世界、違うの。多分違う。それ毎回なんか言われる。なんだっけ。これ爆弾カードでしょ。確かに。カード消えたね、ニコラスさんの。ニコラスのカードが消えましたね。た, ただニコラスさん、うん、その爆弾送りつけることもできますから。おお。確かに。今1位のてか、うん、トータルポイント1位の富士さんに送りつけて邪魔をするのか。うん。それとも。おお。ニコラスさん、なってんのよ。人と。何？人として強くなってる。飛んでんのよ。ああ、無理なのか。いや、俺これ積んでない？それやばいんですよね。これ一番やばいな。そうなんですよ。売れないですか？売れない。赤いカードは売れない。俺積んでるかもしんない。もうだってカード埋めれないもん。あれ池カードって発動する？どっかの。行くとなくなる。うわき。いや無理だよ。だから俺もう無理。なんかね、俺七面鳥とやった時になんかそれ俺食らったんですけど、なんかのタイミングで3個レードつ消えたんだよな。あんまりにも長いと消えんのかな。嘘、消えないと思うぞこれ。なんか時間制限で消えた気がしなくもないんだよな。全然カードない。さあと言ってる間にもうこれが、第1節1ターン目のなるほどね、これで1年ね。これで1年でございますよ。早いな、3で終わりなんだっけ。3が、ね、そうです、3年です。さあ。おぉ、チンくんが1位だ。あ、チンくんじゃない、2位じゃない。チンだね。前3位だったからね、ちょっと今回は1位いきたい。ああ、でもやっぱ投資さんがね。いや、でもこっからエリケン落ちると考えれば。そうだね、うん。カードはなくなりましたから。そこまで富士さんとそんなん変わんないんだ。ちょっとに取らせたくないね、俺は。これゆっくり上がってるからね。クラス20億。これただの青マスだからな、これ。さて、じゃあまず1年目はこだわり。はい、そうですね。ということで、OK。この調子で。まあ、1年目から結構波乱が起きましたね。そうだね、ありましたね、今回は。2年目がどうなるかやら、はい、見ていっていただければと思います。というわけで次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。また見てね。